さあでは参りましょう。続きシルバー事件です。サバイアン・サヤカは自殺、そしてまあ勇者は特にそこに関しては絡んでないですが、まあ知ったというぐらいですかね。そういうことがありましたというぐらいですかね。実写もふんだんに使われてて非常に雰囲気が面白いゲームです。スタンダード事件が続き、我々のようなネットの住人にとって住みにくい世の中になりそうです。勇者さんもめげないでください。人は過ちを繰り返し、そして成長していくものです。多少の犠牲はつきものです。新世界の生贄にはしません。我々は戦います。そして勇者さんも共に戦いましょう。もうしばらくお待ちください。またすなぁ。すごいメール送ってくる。ステップメールめっちゃ送ってくるやん。あ、来た来た来た。これどうなんの、これどうなんの、これ怖いで、これあかんで。どうなったあれ、これやばいぞ。ネットサーフィンじゃなくて、こうネットダイブっていう言い方がかっこいいですね。これから俺もそう言おう。ちょっとダイブするわみたいな。コーション TU191、 これ何や、セキュリティソフトみたいなやつかな。殺す。何やこれ、死ね。危険、ゲラウ。何変わったやん、サイト。テツさん、夢を見たんです。リルの夢を。リル、誰だそれ。これスミオすごいっすよ。スミオ耳聞こえてないんですからね。これあのテツさん口にタバコ加えてる状態を独身術で呼んでますから。僕らの女神ですよ。は？女神だ？焼きが回ったな、スミオよ。この世のどこに女神なんぞいる。お目にかかりてえもんだ。テツさんには見えませんでしたか？ミクモが消滅するとき、リルが涙した姿が見えました。ゲームなので、私には見えました。スミオ妄想に逃げるな。椅子に座ってはりました。ほんで消えはりました。その甘ったれた考えが妄想を生み出すんだよ。人は狂気に触れれば感染する。おっと。結構ポイントかもしれないね、このセリフ。人は狂気に触れれば感染する。特効薬なんぞない。根性で叩き潰すんだ。できなきゃ犯されりゃいい。僕が犯されているとでも。わからんか。妄想にですか。テツさんにはわかりませんよ。僕らの行動はすべて現実です。ある過去はそのまま生きていたんですよ。その過去を殺さなければならなかった。カムイと一緒や。過去を殺す。くさびを打たなければならなかった。くさびだ？後悔はしていません。言ってる意味がわからんな。どうもお前はどっか別のところに行っちまったらしい。テツさん、わかっているはずです。あなたには。今何が起ころうとしているのか。それを裁くのはあなたということ。次はテツさんがくさびを打つ番ですよ。名前の通り。何を煽ってる？何も。ただ時は迫っています。わからんな。そうですか。スミオ、また来るわ。テツさん。あ？僕は何も変わっていない。今もここにいます。そして今もあなたの部下です。カムイの何かにもう感染してるっていう、まあその感化されてるってことでしょ、要するに。違うのかな？影響されてるってことでしょ？どうせ間違ってんねろ？どうせ俺の考える浅はかなことなんか間違ってんねろ、運営さんよ。一応予想ぐらいさしてくれや。よし、もうこんな変な色のパソコンも捨てたいわ、これもう。間違ってこの、ここでもでも、セクシャルバイオレットみたいな色のパソコン、ここでもでこれ。盤石の時が迫りつつあります。今日、勇者さんはどんな一日をお過ごしになられましたか？さて、サモン会からの報告が上がってまいりました。無論、満場一致の通過です。本日、上部に書類を提出しました。あとわずかです。もうしばらくお待ちください。はい。ん？怖っ。明らかな悪意によって会話は消え、明かりが消え、街から人が消える。孤高な鷹と蛇が出会うとき、9つの混沌が訪れ、鬼が溢れるだろう。
上原カムイ、カムイネット、なやこれ、え、行くの、サイトアクセスしてみる、来た、あ、もう聞けんなって思ってるよ、ゲラウト、え、なんでいきなり聞けんなってんの、こっちも笑ってる、ここや、戻ってきた、え、なに、なやねん、怖い怖い、やめろや、え、なんやねん、あいつが、あいつが、いやもうやめとこ、新生カムイネット、なんだこれは、オールドマンフロムニュートラル、オープンニューメール、ニュートラルからメールが来ました、オールドマンに、サブジェクトブリキのピエロ、狂気は狂気を生むというが、 OM さん、あんたも例外じゃないね、都合のいい場所がなければ自分でその場所を作る、愚かだね、あそこの連中と変わらないよ、いやもっと立つが悪いね、もしかして独裁者にでもなるつもり、部外者を排除して楽園を作ってハーレムにでもする機会、あんたみたいな輩を愚か者といい負け犬と言うんだ、返答する勇気はある、煽るねー、煽るねー、お、返事する、返事する、返事するんや、もう返さんでええやん、もう何が悲しくて付きまとう、ほんまやで、ここは聖地だ、醜い化け物は消えろ、邪魔をするな、いやもうおかしなってるやん、オールドマン、負け犬は負け犬、あんたは逃げたんだ、辛いことから逃げた、耐えられなくて逃げた、消えないんだよ、死ぬまで逃げきれないよ、あいつら追ってくるよ、あんたを借りに来る、あんたはいつまでも怯えるんだ、怯えた生涯、怯えた生涯、怯えた生涯、怯えた生活、怯えた生活、怯えた生活、怖、テキストだけでこんなに怖い文章が作れるんかっていうぐらい怖い、存在の耐えられないカルタ、あいつらの回し物か、俺は逃げない、俺はあんなもんじゃない、俺は絶対にあんなもんじゃない、変える力を持っている人間だ、来るなら来い、あいつらの回し物だったらここの場所がわかるはずだ、貴様こそここに来る勇気があるのか、来てみろ、来てる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 、煽ってる煽ってる、住所はバレたってことやね、警告、逃げるな、え、こいつもめちゃくちゃ強気やな、めちゃくちゃ強気やな、新生カムイネット作ってまいよったで、これで、勇者はなんかわからんけど、勇者のパソコンなんかわからんけど、させら、なんか変なとこ行かされてもうてるし、これどうなってんねん、これ。こいつなんもしてん。どうなったのよ、あれ。続き続き。っていうかもう、もう多分加入 OK みたいな連絡が来るはずでしょ、ぼつぼつと。どうなってんねん。来たか？何やら不穏な空気が支配する昨今ですが、我々の計画は着々と進行しています。これは勇者さんにとっても大変影響のある話です。勇者さんという言い方は不適切かもしれません。正確には全ての人々にとってです。人はよくノアの箱舟と言いますが、そんな差別的なことを指してはいません。誰にでも平等な日常です。なんてことを言いますと、政治家の選挙演説に聞こえますが、人に優しい生活を提案しましょう。つまりそういうごく単純なことです。ではもうしばらくお待ちください。ちょっともう何言ってるかわからんな。まあその選民みたいなことはしないってことですよね。本当に全員平等に何かをしてあげる。何の団体やねん、あそこ。ネットダイブ。入ります。潜ります。うわ、キョったね。知らんで。来た。俺、キョったぞ、お前。武器だ。武器を探さないと。知らんぞ、ほんまにもう。バットや。これだ。ぶち殺す。なんでそんな切れてんねん。嘘やろ。ちょっともう やめろやめろ。お母さんかもしれんから。やめろ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 。ほんまか？マジかいや。なんかなんこれ。シャツを入れるな。ジーパンにシャツを入れるな、もう。どうした？出てこい。女？君は？私？ニュートラルか？ニュートラル？
オールドマンさん、会いたかった。僕も会いたかった。何言うてんねん。あなたをずっと見ていた。僕も見ていた、君を。何言うてんねん。古谷だから、オールドマン。私も仲間という名前です。仲間だからニュートラル。似てますね。運命。え？もう抱くんか、もう。僕たちは運命で結ばれている。私も運命を信じます。うわぁ、おもんなそう。おもんなそう、この二人。すごいやん。これあれですからね。架空の将棋盤で将棋してる状態ですよ。おもんなー、こんなもん。エア将棋中。何や、この二人のデート。僕は、飛車もらいます。ごめんなさい。僕は何も。あなたに許してほしくて、何を？言葉はいらない。嘘やん。来たな、なんか。嫌や、なんか、男の抱き方もなんか嫌や。ええー、もう完全やってもてるやん、これ。入ってもてるやん、これ。どうして？難しいけど簡単だったから。何が？こうなること分かっていたから。こうなることって、あなたと私が出会うこと、これハニートラップじゃないの？俺こんなん何回も回避してきましたよ。こいつ一発やん、古谷。僕は、私はあなたを待っていた。ずっと見ていたの。僕は助けて欲しかったんだ。違うわ。私を救うのはあなたなの。え？僕が君を？そう。僕が。あなたが特別だってことを私は知っている。僕は特別だって自分でも強く思っていた。けど、もう大丈夫。あなたが恐れるものなんてない。僕は怖かったんだ。君が迎えに来ることを。君が来た時、そして僕は理解したんだ。これから起こることを。ねえ。ん？好きになるの。好き。ここで出てきた、また。ひっそりと闇に輝くの。誰も気づかないほどひっそりと。届きそうで届かない距離。誰もが行きつけない世界。月のそばから世界を見る。そうよ、人の過ちを監視するのよ。僕らだけの世界を作る。あなたにはできるの。あなたにしかできないことなの。僕にはできる。君と一緒ならば必ず。カムイを超えるのよ。カムイを。キラーみたいな感じになりたいってこと？つまりその表に漏れてない犯罪とかを裏で見つけて裁いていくってこと？どうだ？慣れたか？少しは。留置場にいるのかな？それとも、もう刑務所なのかな？快適ですよ。何の不自由もない。そうか。今日は？いや、特にな。感じるんですか？前触れか何か。いや、まあな、気配はあるわな。何かが始まる。そんな大げさなもんじゃねえんだ。うん、大げさすぎて手に負えないのかもしれん。複雑ですね。まあよくわからん。鉄さんらしいな。逃げるんですか？逃げる？そんなもんじゃねえだろ。そうだろ、スミオ。さあ、僕にはさっぱり。人がな、人が人でなくなるってこと。わかるか？俺の言ってること。なんとなく。何を拠り所にするってこった。絆や信頼や情や、しがらみってものをよ。断ち切ったらどう変わる？どうやって？なんて言うんだ。人が人と向き合わない。直接ってものがなくなるんだ。間接的に触れ合う。ディスコミュニケーション。横文字はやめてくれ。さっぱりわからん。ケーブルや電波ですよ。テレビのアンテナか？そんなところです。テレビに接続するケーブル。電波を拾うアンテナ。人が製造したネットワークです。そういうことか。だったら興味ねえ。やはり逃げますか。引っかかるな。
これは違うな。これじゃない。違う違う。そうじゃない。迫ってますよ。千ごときのつながりで何ができる？世界は変化しようとしているんです。その流れは変えられない。そうか？実態にはかなわねえよ。そうだろう。いや、もうそうでもないね。哲さんが言うと本当にそんな気がしてきますよ。少なくとも俺は変わらんよ。そうでしょうね。俺もそうです。でも、世界は変わりつつある。もうリアルとネットの境目なんてもう存在しませんからね。今7年ですが、もう僕は存在しないと思ってます。ただそのせいでいろんなことが変わってきたこともまた事実ですね。カウントダウンはカウンターの終了を待つだけとなりました。勇者さん、心の準備は整いましたか？約束の日は間もなくです。すべてを空白にしてお待ちください。明日が最後の通知となります。それでは良い一日を。来た。迫ってきている。迫ってきている。うわ、びっくりした。怖い。私はオールドマン。全然違うやん。誰やねん。ビジュアル系バンドのなんかもう、絶対売れへんやつやん、これ。世界を浄化する神。ほら、やっぱりキラーみたいになりたいんやん、これ。ほら。人は愛を失いつつある。メガネ外してメイクしたんかな。我々は変革に来た。愛を取り戻す。ケンシロウか、お前は。オーディエンスに提供したい。人の歴史は成長の加速にかかっている。だったら我々がその成長を促進する役割となろう。それをこれからわずかな時間で実現させる。約束の日を設定しようじゃないか。1999年9月9日。区切りの良い。新時代の到来にふさわしい時が、すぐそこにある。これから愛の放出を行う。え？期待していてくれたまえ。やってるね。やってるね。もうピエロみたいになってるね、これ。私はニュードラル。世界を監視する女神。オールドマンの言葉は、過去、偉業を成し遂げた尊敬すべき先人を彷彿させ、同じ破壊力を持っている。すべての民に信じようとは言わないわ。なぜかって？それは人は平等で差別なく愛は与えられるもの。神話の神々は何をしてくれるというの？オールドマンは違うの。本当の愛を与えてくれるのよ。信じるとか信用なんて言葉は私たちには必要ない。結果が全てだから事実を見せるの。リアルとは何か。約束の日、大きな変革をもたらすのよ。準備はいい？おー、来たね。メソッド探偵。刮目せよ。何や、ここまた。わけわからんサイト来たよ。刮目せよ、刮目せよ、刮目せよ。何このサイト。過去を殺せ。何が始まってんの。なんか変な動画始まったよ、これ。メソッドタンク。何なんだよ。何なんだよ、もう。わからない。何やねん、ほんまに。でも何かがずっと進んでる。何かが進んでることは確か。で、9月9日に何やろうとしとるんやろ。なんか何かをぐわーっとばらまくみたいなことなのかな。メールみたい、メールみたい。もう、早くチェックしよう。来た！来た！ついに来た！お待たせしました。勇者さん、あなたのパスポートです。今日から勇者さんは私たちのファミリーです。迷うことなく、金城ビルに向かってください。何何？金城ビルって。PS、金城会長からの伝言です。遅刻娘をよろしくお願いす。そして、サイトのアドレスですけど、すごいくちゃくちゃ、短縮みたいなのが、もう自分専用ってことか。勇者専用のアドレスが送られてきたのか。あ、結局ここ繋がってるやん。199999、その時何かが。どうなってんねん、おい。ピエロが出たぞ。ピエロ？ビジュアル系バンドのですか？精液の匂いさせたつがいだ。あいつら、うさんくさいこと山のごとしだ。そいつらが。
間違いねえな。男女の二人組なんですか。へんてこな格好してな、なんつうんだ、ああいうのは。アバンゲリオンな輩でな、アバンギャルドね。アバンギャルドですか。何か見たことあんだよな、ああいうの。コピーキャット。カムイのパクリじゃないですか。カムイだ。カムイもアヤメと。呪われてんな、そりゃ。まあ、ああいうビジュアルも作ってましたからね。VJ とかビデオも作ってましたからね、動画も。よっぽどの関心があるんだな、カムイに。嫉妬に近い感情でしょうね、カムイに対して。嫉妬？となると言ってみりゃ憎しみもあるってことか。愛情を超えた憎悪。奴らはカムイに見せたいわけだ。カムイが実現できなかったこと。そういや、何か。世界を変えるって言ってるわけだ、奴らは。カムイとは違う方法論で。ふざけやがって。どいつもこいつも救世主気取りで。そんなことより不景気のこと考えろってんだ、こんちくしょう。目的はカムイと同じ。しかし、格の違いを示したい。この世紀末に何なんだ、まったく。世紀末は来年ですよ。来年？今年じゃないのか。2001年からです、新世紀はね。なるほどな。ようやくわかった。何です？つまりだ。世紀末気分の世の中を利用した便乗商売だ。商売？何の？わからんか、住みよう。はい。俺もわからん。どういうことやん？ホームからどこへ行くのや？どこへ行く？どこ向かってる？金城ビルディング。金城ビル来た。金城ビル。いや、怖い。もう何なんなん、なんなんここ。もう9日やで、これ。もう9月9日っすよ。日付変わって。PM になってるな。ちょうど12時か。いざない。何これ、何これ、すげえ怖い。金城ビル。セーブポイント。じゃあここでセーブして、次回ここからスタートしたいと思います。これ勇者目線ね。ということで見ていただいてありがとうございました。